どうも。え、なんでそっちにいらっしゃるの？こんにちは、いらっしゃいませ。マスクをしてお願いします。で、食事の時間は、完全に、会話を禁止というふうにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。いいですね。もうご縁ってのはすごいですよ。そこからママがなでしこ会を初めてやるっていうところで、岡野さんもいらっしゃいませんかっていうところで、ぜひぜひって言うんで、毎年毎年ママが呼んでくださって、まあ、そして去年ですよね。本当にご縁ってすごくて、この本は正直言ってなでしこ会のおかげなんです。やっぱりこういう時代っていうのは、ね、一人で乗り越えられない時代ですから、やっぱり人と人との縁を大切にするっていうのは大事な時代なんです。だからこのコロナで本物が、ね、いかに、どこにあるかっていうところで、生き残りをかけてるんだと思うんです。大事なことだと思います。こういう、ね、時にいろんなことを考える、ね、夫婦問題でもそうなんですよ。よくごめん、インタビューが来ます。うちの夫婦問題どうなりましたかって、コロナで岡野さん離婚は増えたんですかって。離婚は増えていません。増えてるのは離婚相談です、ね、離婚なんかできないんです。なかなか両方が合意しないと、それもお金が、ね、満足できないと離婚なんかできないんです。ただこのコロナでリモートワークだなんだと言って生活がガラリと変わっちゃって、ストレスがマックスなんです。そういう時にはもうぶつかり合って、ね、もう離婚だってなる人は多いんですけど、結局できないからどうしたらいいかっていうところで、こういう時代こそやっぱり家族、ね、夫婦、親子、そういう生活を改めてライフスタイルを考えないといけないんです。だからリフォームも流行ってますし、ね、家のなんていうのかな、レイアウトを変える便利屋さんとか、そういう引っ越し屋さんも大流行りなんです。もう狭い家をなんとかみんなで使いやすくするとか、ただ黙って今まで通りの生活してる人たちは結構ギクシャクしてるお家があるんです。まあ、そういう面で言ったら、このコロナはいろんな面で人に考えさせる時代、ね、淘汰の時代だし、自分が本物として生き残れるのかどうかっていうことにも欠ける時代で、そういう面で白坂ママとの対談はとっても、元気も出ましたし、勇気も出ましたし、真逆なことを考えてる方なんで、ママが言ってることの中に、目の前のことに一生懸命取り組む、今やれることを、今、ね、必要なことを一生懸命取り組むっていうのがママで、多分この、皆様を一回皆様にこのご案内をして、コロナでストップしましたよね。で、日にちが変わりましたよね。で、普通だったらもうなんかね、コロナに負けて、はあ、じゃあもうやめようとか、ね、そういうことになるんですけれども、白坂さんのすごいところはさらになんです、ね、今日まさかこんな一人一人ついたてができてね、全員がマスクで、ね、静かに会食って、もうここまで徹底するところが白坂流、こんな時代になんか本当に女性がどれだけできるか分かりません。そして年代も50過ぎた私たちがどれだけできるか分かりません。でも皆さんに勇気を与えたり、皆さんに元気を与えたりすることは十分にできて、そういう意味では本当にママと私の今回出したこの本セラビ、ね、この本はみんなに元気、少なくとも元気、ね、少なくとも、乗り越える勇気、そういうものは与えられるというふうに自負しています。会の始まりにですね、白坂様にご紹介賜りました、現在女子のプロボクサーやっております菊池誠と申します。はい、女子です。白坂様と
出会ったばっかりです。もともと同郷ということで、大分県竹田市出身ということで、まあ、地元のスター的存在だったんですよ。そこでは有名な方だったんですけども、そんな方に、私は、面識もなくお手紙を宛てたことがきっかけでした。会の始まりにですね、白坂様にご紹介賜りました。現在女子のプロボクサーやっております菊池誠と申します。はい、女子です。東京オリンピックを狙っておりました。東京オリンピックの強化指定選手として全日本選手権を優勝して、日の丸をつけて国際大会にも出場させていただいております。だったんですが、東京オリンピックの国内選考最後の決勝戦で敗れまして、オリンピックは、リベンジにいました。プロ行く？オリンピック終わったら、もしくはオリンピック先生に負けたら、その瞬間プロに行くっていうような話だったんです。で、その時に、まあ、自分は今34歳、かなりギリギリの年齢なんですが、自分より10個、12個離れたジャパンナショナルチームの選手たちがみんな口を揃えていました。いやいや、プロには行きませんよ。あんな稼げないところ、夢ないじゃないですか。現実見ましょうよ。だったらオリンピック狙い続けた方が食べていけます。就職もしっかりできます。だから自分たちはプロから行きます。子どもの時からひたすら殴り合ってたその子たちがプロに夢を見出せない、これが今の職業ボクシングの現実です。なのでこの知名度っていうのを上げなきゃいけないと考えてます。じゃあそのためには何をすべきか。バスケットボールだったら八村塁選手、女子テニスボールだったら大坂なおみ選手、この2人の共通点何かなって考えたら、やっぱり本場の第一線で実績を上げてで帰ってきてるっていうところだと思います。で、女子ボクシングにおけるその第一線、一番輝ける場所はどこかというと、アメリカのラスベガスなんです。男子だったら井上尚弥選手、村田選手、そんな選手たちが立って戦ったアグリングです。ちなみに日本の女子プロボクシング世界チャンピオンにいるんですが、まだ誰もそこのリングに上がったことはありません。なぜかと申し上げると、階級が低い軽い階級の選手が多いからです。海外では平均的に体の大きい選手が多いですので、軽量級って基本的にはそこまで人気がないんです。需要がないです。男子でようやく最近京口選手が注目され始めたというところで、今日すみません、詳しくない方がいたら誰に感じてほしいないんですけど、女子は全く見向きも足りてません。じゃあ女子がどの階級からいられるかと言いますと、大体55キロ前後の体重あたりから上ですね、から見ると75キロぐらいの20キロ間で主に限られます。で、今までこの階級に踏み込めるチャンピオンがしかいなかったんです。私は幸いなことに体がちょっとだけ大きいです。知ってください。こういう勝負をこれからしようとしている、まあ、一人の女子です。女子ボクサーがいるので、はい。で、応援してくださいとは言いません。気が向いたら見てください。10年ほど前にですね、私は大変自分の母と仲が悪くて大嫌いだったんですけれども、その母との確執っていうところを、10年ぐらい前に力さんに取材していただきました。婦人公論さんで、で、まあ、そのご縁で力さんと知り合っているんですけれども、久しぶりにお会いして、お母さんお元気ですかと声をかけていただいたんですね。で、その時私の母は亡くなっておりまして、で、母は亡くなったんですけれども、とてもいい送り方ができたんですよっていうような話を、ミキさんにさせていただきましたら、まあ、親孝行した方がいいっていうことは頭では分かっているんですが、それができないっていうことにずっと悩んでいました。だから、たけしさん、それは分かってるんだけどなかなかできないんですよ、親が悪いと思うんですっていうふうに私が言いました。そしたら、青木さん、親孝行っていうのは道理なんだ、どんな親でも親は親なんだ、
言われました。でもそれでもできないと、親の方が私に謝ってくるべきなんじゃないかっていうふうに私は武さんに言ったら、まあ親孝行が道理だっていう、それを分かった人間がどっちが先だとか後だとかいいじゃないか、分かった方がやればいいというふうに言っていただきまして、そこから私は名古屋に、いる母のホスピスのもとに毎週のように通いまして、母とたわいもない話をしたり、母の手を握ったり、母に謝ってみたりして、関係を修復していったという感じです。でこれは私のために母と仲直りをしたんですけれども、結果的になぜか母のことが嫌いじゃなくなった、で亡くなってから好きになっていった、大変に不思議な体験をしております。その内容をですね、藤井厚労さんの方で、今藤井厚労さんのウェブの方で川口さんがおやりになっているところで、連載をさせていただいて、それが大変多くの方に読んでいただくことになりまして、5月にですね、母という本が出版されることになりました。ありがとうございます。組織はあまり関係なく自分の中で目標を立てる。だから僕は 100% くらい欲しいなって、120くらいね、で男性は100ぐらいって決めたら、だいたい顔を見て60ぐらいで仕上がる。だいたいその形はもう変わらない。男性は組織の中での評価がとても大事 で女性は組織の中での評価じゃなくて、おそらく自分の中での価値基準が大事なんだろうと思います。でこのだからそうなると女性だけになると結構厳しくなる時もあるんですが、男性が入ってちょっと緩む。でこれがね、うまくいく、私の経験上はもう一つかなっていうふうに思います。